はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日は獅子のごとくをやっていきたいと思います。獅子のごとくなんですが、はい、小生降臨ということで三浦安仁さんがやってきております。はい、どのような武将かと言いますと、黒田官兵衛のスキルがあると、複製する兵士が増える感じですね。で、盾突が上がると集結、はい、というわけで、黒田官兵衛と一緒に、組むとめちゃめちゃ強い武将でございます。はい、で、守護霊が複製した戦士の割合によってダメージが上昇、具足を装備すると燃焼ダメージ、元素ダメージなんだろう、ちょっと読んでください、難しかった、もう強そう。では引いていきます。ちょっと回数整えて、210回で天井を1回目いきます。10連、20連、30連、40連、50連、60連、70連、80連、90連、100連、60、61、あれ、あそこ分かんなくなっちゃったわ今。でもあと60回なんで、天井まであと50回、40回、30、2、天井か、これは天井だな、はい、天井、天井できました、やったー、よかったー、はい、天井で無事来ました。円解放は軍務が上がるんでよかったですね。はい、1回目できたので守護霊も気兼ねなく、気兼ねはあるけど変えますね。はい、よかったです。はい、そんな感じで、無事、1回目の天井で出ることができました、よかったー。はい、そういえばこの間まで、無限イベが来ていたんですけれども、21日間皆さんお疲れ様でした。結構ね11時から、ね、始まるから結構大変でしたよね、21日間。はい、大変でしたけど、無事飲み食いが所属するチームは1位になることができました。はい、まあそれもいろんな一族の皆さんのおかげでございます、チームの。はい、まあなんか楽しめたのでよかったです。はい、なのでこっちにね猫が今いるんだけどね、猫がすごい動いててね、すごい気になる。はい、まあそんな感じです。かわいい、ということで、今日のコーデです。オレンジ、からし色のニットにショーパン入ってます。はい、というわけで、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、グッドボタンぜひよろしくお願いします。では、今日もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。